マヤ型護衛艦は、海上自衛隊のミサイル護衛艦の環境。アタゴ型をもとに、電気推進を導入し、またイージュスシステムも更新した発展型として、26中規模に基づき、平成27.28年度計画で、各一隻が建造された。海上自衛隊は、第一次防衛力整備計画期間中のアマツによって、ターターシステムを搭載したミサイル護衛艦の整備に、 着手した。その後、第3次防衛力整備計画より建造を開始した、立ち風型3隻で、システムのデジタル化と、海軍戦術情報システムに準じた、戦術情報処理装置の導入、そして53中業より建造を開始した旗風型2隻では、CIC 能力の強化とともに、プラットフォームのガスタービン化も達成するなど、順次に、性能強化を図っており、 特に、旗、風型については在来型ミサイル護衛艦の頂点に立つものと評されていた。またこれと並行して1981年頃からは新世代の防空武器システムであるイージスシステムの導入が模索されており、これを搭載するイージス艦として、まず61.03中規模で混合型4隻が建造された。 また13中規模では、立ち風型の代艦として、搭載システムの更新や、航空運用能力の強化を図った、アタゴ型2隻が建造された。そして26中規模では、旗・風型の代艦として、イージス艦2隻の建造が認可され、イージス艦8隻体制が整うことになった。これによって建造されたのが本型である。本型は、アタゴ型の設計を基本として、 電気推進の導入を図っている。これに伴い、全長にして5メートル、基準排水量にして450トンを大型化した。ただし最大幅21メートル、深さ12メートル、喫水6.2メートルという、その他の主要目は変更せず、両派性や完備フラップの導入闘造派抵抗を大きく変化させないような船体設計とすることで、 あたご型と同様の運動性能を確保していると見られている。機関の構成としては、コグラグ方式を採用した。これは先行する、アサヒ型と同様の方式だが、同型では電圧 450V の低電圧であったのに対し、本型では電圧 6.6kV という高電圧とされており、技術的にはより進んだものとなった。発電機としては、 M7A-05 がスタービン主発電機とディーゼル主発電機を2機ずつ搭載し、電力は7.4メガワット、電動機2機を駆動する。また直接機械駆動の際に使用する手機は、LM2500IEC がスタービンエンジン2機とされている。なお、従来の混合型、アタゴ型では、ガスタービンエンジン4機によるコガーグ方式で、最高速力30ノット以上を確保した。 これに対し本型の最高速力は約30ノットとされており30ノットを下回る可能性が指摘されている。これは最大速力を使用する頻度及びその目的達成度具合と通常使用される速力域での運用の重要性のトレードオフによる検討や艦隊の運用形態の変化に伴う最大速力への依存度の低下などを反映したものと 考えられている。また電気推進によって発揮できる最大速力はおよそ18ノット程度と推定されているが、これは艦隊運用で必要とされる速力21ノットにわずかに満たない数字である。本型はイージス武器システムとしてはベースライン J7、イージス BMD システムとしては BMD5.1 を装備し、これらを統合している。 AWS ベースライン QC は、対空戦機能とミサイル防衛機能を両立した、アインド機能、およびニフック CA、FTS を備えている。本型では、ニフック CA、FTS のための SM-6 艦、対空ミサイルは後日装備とされているが、共同交戦能力には対応しており、海上自衛隊で、初の搭載例となる。レーダー AWS の中核となる多機能レーダーは、 アン、スパイ -1D である。一方、対水上捜索用のレーダーとしては、混合型、アタゴ型に搭載されているオプス -28E とは違い、建造時からアン、SP9-9B が搭載されることとされたが、ハグロでは後日装備となっている。ミサイル防衛能力戦術の通り、本型のイージス b m d システムは、BMD5.1 である。 本来ベースライン QC と統合されるイージス BMD5.0 システムでは SM-3 ブロックイヤーの発射には対応していない。だが、本型のイージス BMD システムはすべての SM-3 の発射に対応できるように能力の向上が図られている。対戦線システムは改装後のアタゴ型と同じくアン、s 9 9 8 9 a 1 5 j を搭載し、 戦隊装備ソナーとアン、SQR-20 また栄光ソナーを組み合わせている。なお本型では、アン、SQS-53C ソナーのバウドームに収容される、操縦破棄 TR-343 は、日本電機により、国産化された TR-343J が搭載されている。これは、対外優勝軍事援助が増加する中、 国内防衛産業の技術基盤を維持するため、アメリカ海軍に使用を確認の上で製作し、同海軍の評価、検証を経て、納入に立ったものである。324立方ミリメートル連装単魚雷、発射管については、混合型、アタゴ型では、ホスマイナス302であったのに対し、本型では、ホスマイナス303に更新されて、マーク。 46に加えて97式魚雷及び12式魚雷の発射に対応した。これは、平時は RCS スクリーンで覆われており、必要に応じてスクリーンを開けて、所定の方向に施行される。スクリーンを開けるために、手動では3分程度かかるが、高圧空気を使用した気力では30秒程度で解放できる。なお、あた型では、大魚雷用のデコイとして、 英工具4型を備えていたが、本型では確認されていない。対艦兵器としては、一番艦では、アタゴ型と同じく90指揮艦対艦誘導弾を搭載する。ただし、ハグロでは、新開発の17指揮艦対艦誘導弾が搭載される予定である。方向兵器は、アタゴ型とおおむね同構成で、艦砲としては62口径5インチ砲を、監視艦板艦に、また、 近接防空火器としては高性能 20mm 機関砲を上部構造物正面と後部上部構造物上に搭載する。電子戦装置としてはノルック -2C を搭載している。これは混合型やアタゴ型で搭載されていた同系列機と異なり ECM 機能が削除されている。アタゴ型やマヤでは関西ヘリコプターの運用に対応するためマスト最上部に 戦術広報装置のアンテナを設置していたが、モガミ型の開発過程で、マスト最上部に装備する必要のない、新型タカンアンテナが開発されたことから、ハグロではこれを導入し、マスト最上部には、ノルック -2C のイザムアンテナを設置した。これによって、マヤよりもイザムアンテナの設置位置が約5.5メートル高くなり、より早期に脅威電波を探知できるようになった。 平成27年度計画において、ネームシップの建造費と2隻分のイージスシステムの一部の調達費として1680億円が盛り込まれた。また、平成28年度予算には、2番艦の建造費として1734億円が盛り込まれた。1番艦となる、マヤは、2020年3月19日に、引き渡し式、自衛官機授与式が挙行され、収益、 1> 第1護衛隊軍第1護衛隊に編入され、横須賀に配備された。2番艦となる、ハグロは、2021年3月19日に、引き渡し式、自衛艦機授与式が挙行され、収益。第4護衛隊軍第8護衛隊に編入され、佐世保に配備された。海上自衛隊では8隻目となる、イージス艦であり、本艦の収益により、 安倍内閣が2013年12月に閣議決定した防衛大綱以来目指していたイージス艦発石体制が確立した。ありがとうございます。